皆さんこんにちは、柳井夢奈です。はい、本日は横浜八景島シーパラダイスです。はい、本日はなんと横浜の八景島のシーパラダイスに来ております。もうすごい嬉しい。あのシーパラダイスって私あれかと思いました、あの水族館だけかと思ってたら、なんかアトラクションとかもあるんですね。知らなかったです私。今日はあそこで思いっきり楽しんでいきたいと思います。もうただただ楽しむ動画です。ぜひ見てください、皆さん最後まで。魚は詳しいんですか？いや全然全然詳しくはないですね。ごめんなさい、お肉派なんで魚の方はよくわかんないんですけど、今日は楽しみたいと思います。では行ってきます。夢なの夢。あ、っていうかあれだ、言ってなかったけど、ここオレスカの撮影で来たんです。撮影で1回だけ来たことあって、ここ通りました。懐かしいオレスカ。オレスカですごいなんかみんなと仲良くなったって覚えてますね。ずっとふざけてた。YouTube もずっとふざけてますけど。あ、なんですか？ふざけてるというよりは私の一番の素で入れる場所ですよね、YouTube は。あ、そうですね。すごいいいこと言った。終わらなくてよかったですね。本当ですね。はい、ということで到着しました。いや、めっちゃ広い。超広い、超広い。本当になんか水族館、今あのスタッフさんとお話ししてる時に聞いたら4つもあるらしいですね。本当にすごい。もう片っ端から見ていきましょうよせっかく来たので行きましょう。レッツゴー。そうそう、靴、あの靴がさ、あのダップ、あ、ここがアクアミュージアムで、あれみたい、モアナみたい。ここもなんか撮影できた気がするな。すごい。水族館デートとかどうなんですか？いや、憧れですね。来てみたいですね。まず相手がいないもんで、まず相手探してからすごい、めっちゃ大きい。これ下行く。すごい。すごいすごい。すごい大きい。これはテンション上がりますね。気持ちよさそうに泳ぐね。なんか好きな動物とか魚とかいるんですか？なんだろうな。チンアナゴとか好きって言ったことないけど、チンアナゴ見たいなっては思いますね。こういうとこ来ると。あ、いた。かわいい。髪見て。かわいい。かわいい。カモみたいに泳ぎますね。すごい、ほんとカモみたい、泳いでるとき。首90度ですもん。あの、立ってるのかわいい。あ、来た来た、見て、かわいい。頭隠して死に隠されちゃう。どうしたどうした、すごいいっぱい。みんな柳井さんどうですか、水族館。すごくない？めっちゃ楽しいです。深すぎて、いや、柳井さん伸びるぞ、伸びるぞ。でかー、すごくない？あらららら、ら、わー、え、本物だよね。うん、かわいい。こっち来てくれた。絶対この時期。柳井さん、とか逃げていく感じしてる。え、嘘。いや、来てくれます。呼んでもらっていいですか？ほら、見て。見て、僕を見て。
え、これ何で糞ですよね。これ糞ですね。燃えてるみたいな。大きいですね、ここのペンギン。ね、ずっと見てられる。マンボウに気に入られてます？気に入られてます。マンボウってこういうもんじゃない。初めてこんな近づいたから。え、マンボウってこんな薄いの？え、こんなじゃない？いや、感動。感動しました。白熊と戯れたかった。次どこ行きましょう。ゆめやさん、はい、カップル多いっす。いや、マジで本当に多いです。もうどういう気持ちだろう。虫もね、いいですよ。カップルが多いのは知ってる。だって水族館だと悲しくなるな。何が楽しみなんでしたっけ。アトラクションです。ジェットコースターめっちゃ好きです。好きって言ったらえみたいな反応してて乗れないと思ってたんですよ。超乗りたいんで、もう次はアトラクション編でお会いしましょう。ということで、この動画を見てくださってありがとうございました。また次の動画、これのアトラクション編もありますんで、そこではもうもっとね、多分テンション高いと思うんで、水族館もちょっと落ち着いて見ちゃうんで、やっぱそっちを見てください。ぜひよろしくお願いします。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、じゃあ行きますか。次チャンネル登録よろしくお願いします。押してね。